はい、お疲れっす、よしお PC です。今日は iPad のシンセサイザーのアプリシンセワンっていうアプリで遊んでいきたいと思います。どんなアプリかっていうと、いわゆるまあシンセサイザーですね。ただそのシンセサイザーなんですけど、無料でオープンソースだっていうことで、まあ有名だと思うんですが、僕は最近iPad のアプリとかあんまり詳しくなかったので、いろいろと漁ってはいるんですが、これやっぱ定番なんでしょうね。面白いです、これ。通オシレーターで、FM いじりもできるし、フィルターもしっかりかかると。で、オシレーター波形も左上の方に出てますけど、いろいろ、まあ直感的にアイコンで見て選べます。アルペジエイターにシーケンサーも載っていましたし、エフェクターも面白い感じでかかります。基本的なことがめちゃくちゃできるのに、なんとオープンソースで無料、やばい。 iPad だから手軽だしね。フィルターもなんかしっかりかかるというか、ソフトシンセサイザー、いやアプリ、ソフトシンセサイザーって言っていいんですかね、こういうので。流れてる音色の波形も変化するので、遊んでいて非常に面白いというアプリになっています。でもちろん iPad のアプリなんで、こんな風に指でも操作できるし、タッチペンも使えます。なんかこの宇宙的なエフェクターもちょっとおしゃれじゃないですか。なんか銀河旅行的な感じで、エンベロープなんですけど、これも目で見て調整できるので、耳とグラフィックで理解できてやりやすい。フィルターえぐめにかかってましたね。これペンシルで操作してるんですけど、当然指でもできますし、ミディランっつって、ミディコントローラーに好きなパラメーター割り振る機能があるんですけど、それも使えました。また、エイブルトンリンクも使えるので、アプリ間のテンポ同期とかも完璧です。まあいい音がするなということで、 iPad Air の強み、 USB-C で接続できちゃうということで、こちら画面に映っているローランドの 404M2 はですね、 USB 経由で音をそのまま綺麗にオーディオレックできてしまう、サンプリングできちゃうんですね。なのでこのアプリの音を404に録音してきます。こんな感じ。なんか気になる音を見つけたら、それをどん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 パッドの方にレックしていくと。今は音作りしてる最中ですね。レックボタンを押して光らせて、ポン。はい、これでサンプリングが完了しています。まあ、こんなような作業を繰り返してですね、シンセサイザーのお、この音色いいじゃんっていうものをサンプリングしていく、サンプルしていくってことですね。非常に面白いですね。はい、てな感じで、さっきサンプリングした音をですね、いろいろとまあちょっと配置したりなんだりして、リサンプリングしたりして、こうやって指ドラムに合わせると。 iPad のアプリだからだと思うんですけど、 SP404 のまあ世界観に合うというか、いいですよね。で、こういうシンセサイザーってやっぱり結構高いのが普通だと思ったんですけど、全然安いし、なんか面白いなと思って、もしこれ気になった方いたら、 iPad、iPhone であるのでダウンロードして遊んでみてください。そしてなんか面白い機能あったら俺に教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。またね。